ございます。お一人ですか。あ、ちゃんこさん、けんじさん、かっちゃんさん、ぐるみさん、おはようございます。お一人です。今日の占いはメイブさんがやります。時刻は10時を回りました。この時間はジノンインフォメーションをお届けいたします。ジノンインフォメーションは宜野湾市の生活に役立つ情報を司法宜野湾からお伝えいたします。この番組は宜野湾市の提供でお送りいたします。まずはじめに国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、7月から納付が始まります。平成29年度の国民健康保険税の納付は、翌年2月までの8期払い、後期高齢者医療保険料の納付は、翌年3月までの9回払いです。保険税・保険料の納付につきましては、県内及び全国のコンビニエンスストアで納めることができます。早めに納付してください。国民健康保険税、後期高齢者医療保険料に関するご相談、お問い合わせにつきましては、国民健康保険課までお気軽にお問い合わせください。はい、次に、65歳からの筋力トレーニング、生き生き筋力アップ教室。いつまでも元気でいるために、自宅でできる筋力トレーニング運動と、健康に役立つ知識を学ぶ教室です。認知症予防にも効果がある運動も取り入れています。日時は8月31日から11月16日の毎週木曜日、全12回ですね。時間は10時から12時まで。受講料は無料となっております。そして定員が20名、応募多数の場合は新規の方を優先に抽選いたします。お申し込み期間は7月20日木曜日から8月10日木曜日。窓口または電話で受付後、窓口にて申請書を記入してください。対象は市内在住の65歳以上で、介護認定を受けていない方、そして医師からの運動制限のない方ですが、医師からの意見書を出していただく場合もあります。そして原則として教室全日程に参加できる方、お問い合わせは介護長寿課内線の549-207、内線の549-207、介護長寿課までお問い合わせください。そして眼中広場、専門スタッフの指導のもと、ワイワイ楽しい仲間たちと一緒に姿勢や動作を整えましょう。日時は毎週金曜日10時から12時。場所は赤道老人福祉センター、長寿広場の赤道。受講料は無料。お申し込みは不要となっております。対象は宜野湾市内在住の65歳以上の方。
お問い合わせは介護長寿課内線の206、内線の206となっております。そして宜野湾市琉球大学連携事業トランポロビックス教室参加者募集。トランポロビックスはミニトランポリンの上で行う有酸素運動エアロビックスです。第1期は8月10日、そして8月17日、8月24日、8月31日。申し込み期間は7月10日から7月14日間の4日間ですね。そして第2期、9月7日、9月14日、9月21日、9月28日となっております。お申し込み期間は8月14日から8月18日までの4日間ですね。毎週木曜日、各4回、7時から20時30分まで。場所は保健相談センター。定員は15名となっております。新規の方が優先で抽選をされます。そして市民優先枠は10名、そして市外枠は5名。対象は20歳から74歳までの運動制限のない方。受講料は無料となっております。お申し込み方法は電話窓口ですね。お問い合わせは保健相談センター。電話番号は898-5583、898-5583となっております。続きまして、簡単ストレッチ筋トレ教室。日時は7月5日水曜日、10時から11時。次に7月21日金曜日の14時から15時。当日受付、問診、血圧測定を行いますので、15分前までにお越しください。場所は保健相談センター。対象は宜野湾市民で運動制限のない方。内容はストレッチ、筋力トレーニング、エアロビックス、運動に関する講話など。動きやすい服装、室内シューズ、飲み物をお持ちの上ご参加ください。参加料は事前申し込みは不要で無料となっております。はい、次に特定健診のご案内。集団健診で気軽に安く受けたい方は、集団健診の日程を確認し、電話で予約してください。予約先は保健相談センター。そして病院で個別健診や人間ドックを受けたい方は、健診実地医療機関を確認し、電話でご予約してください。予約先は医療機関。宜野湾市では、宜野湾市民のための健診ガイドブックを発行しています。健診の項目や料金、該当の医療機関、集団健診の日程などをまとめた資料です。受診券または国民健康保険、被保険者証に同付されていますが、お手元にない場合は、保健相談センターもしくは国民健康保険課の窓口へお問い合わせください。次に、集団健診のお知らせ。特定健診、がん健診ですね。日時は8月20日日曜日は嘉数小学校。そして7月22日、29日、27日は宜野湾市役所で行いますので、皆様どうぞお越しください。予約先は2週間前までにお申し込みください。保健相談センターでお電話番号は898-5583、898-5583となっております。そして次に、沖縄県ひとり親家庭技能取得支援事業受講生の募集ですね。スキルアップ、就職、転職に役立つ資格取得のための講話を開講します。講座は無料。講座受講中はお子様を託児サービスまたは学習支援でサポートします。目指す資格は日照簿記初級、
そして日商電子会計事務検定3級。講座期間は7月12日から2018年の2月末。実施時間は夜間コースは月曜日、水曜日、金曜日。そして夜間コースは火曜日、木曜日、土曜日となっております。時間は18時から21時。実施場所は宜野湾ベイサイド情報センター内。受講要件は県内に住所を有すること。そして現在就労中、パート、非正規も含みます。そして18歳未満の児童を養育していること。次に児童扶養手当受講者、または同等の所得水準であること。定員は44名。お問い合わせは沖縄県ひとり親家庭技能取得支援事業事務局担当の末永さんまで。お電話番号は870-2662、870-2662となっております。次に第28回宜野湾市産業祭りキャッチフレーズ募集。身近に感じられる市民の祭り、宜野湾市産業祭りにふさわしく親しみを持てるキャッチフレーズを募集いたします。応募資格は宜野湾市在住在勤在学の方、年齢は問いません。応募期間は6月19日月曜日から7月31日の月曜日。応募方法は、応募用紙に必要事項を記入し、郵送、ファックス、メール、または窓口へ直接提出してください。提出先は、観光農水課、内線の443-444、ファックスの098-893-4410、そして応募用紙は観光農水課のホームページからダウンロードできます。また観光農水課窓口にも置いています。最優秀賞1点、優秀賞1点、入賞1点をそれぞれ決定し、産業祭り内にて表彰します。特典もありますので皆様ぜひご応募ください。お問い合わせは観光農水課内線の443-444までお問い合わせください。はい、それでは詳しくは宜野湾市役所098-893-4411までお問い合わせください。以上、地のインフォメーション、この時間は宜野湾市の提供でお送りいたしました。学に関する質問です。